勉強したくないです、明日からでもいいでしょうかってことですが、いや別に あなたが勉強しなくても誰も困らないと思うんで、困るのはあなただけなんで別にしなくてもいいんじゃないですか。うん、ただね、一個だけ言えるのは勉強しないで成功しようと思うんだったら才能が必要です。はい、だから天才だったらいいかもしれない、ビジネスとかでも本当天才的な人で全然勉強しないで成功する人はいるかもしれないね、本当超恵まれた天才とかだったら、あるいは宝くじが当たるみたいな運がいい人だったらいいかもしれないけど、自分がもう恐ろしいほどの強運あるいは天才じゃない限りは勉強しないと基本的には底辺を這いつくばる人生になります。だからいいんじゃないですか、今勉強するのがめんどくさい辛いからやめようってやって、で将来底辺を這いつくばるっていうもっと辛いことが死ぬまで続くっていう人生を選びたいんだったら勉強やめたらいいんじゃないですか。誰も困らないんで大丈夫ですよ。